いいんじゃないの日本ポン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 じゃないの。今日も始まりました。いいんじゃないの日本。今日は、Facebook、ユーザー情報交換会、はい、FBY にお邪魔してます。イエーイ。いいんじゃないの。よかった。いいじゃないの。Facebook でいいねし合ったりコメントするだけじゃなくて実際に会って話しましょうという会が、FBY です、はい、FBY 捜査官の高橋さんも今日来ております。はい、両手を上げろジャックバーバーだ。今日で12回目になりましたけども、 FBI 何回か参加した人、初めて参加した人言いますが、何人かから感想を聞いてみたいと思います。はい、それでは、じゃあちかしくん。なんでそういう今違うことだ。ちかしくんは FBI の影響で八幡の方でも FBI をそうですね、模倣した模倣したてかまた新たな形でやってます。はい、こういう回の、FBI さん参加してあこれ来たなって思った時の感想をちょっと聞かせてもらっていいですか。やばいところに首突っ込んでしまった。そうですね。スパイダー。スパイダー。やっぱり街のこともとても考えてるなっていうのをとても感じました。街のそういうそれこそ発展とかにもつながるような話題がこのような場でも、うん、こんなに熱く語れるんだなというのをとてもびっくりして、そこから毎回参加させていただいて、おお、そういう関係っていいじゃないの。共感したらいいんじゃないの。お願いします。渋谷さん、このいいんじゃないの日本聞いてたっていう話ですけど、あ、聞いて聞いて。 FBY さんもしょっちゅう参加してくれてますが、渋谷さんにとって FBY とは何でしょうか。遅刻してくるもの。ピンポンだの。ポンピンだの。あ、自己紹介終わった頃くんなのやんもんの。あ、それ狙って切ったわけでね。いいでこと言って帰るだ。なんだな、今日はメモなくて帰る。おー、ありがとうございます。いいんじゃないの。で、移住して、ちょっとなかなかお友達が増えなくてっていう悩んでた、大塚さんにも来ていただきました。ありがとうございます。これからの抱負を一言お願いします。これからの抱負、今年6月に子供も2人目できて、おめでとうございます。子供を増やします。おお、こうやってユーザーの人口が増えるっていいじゃないの。イエーイ。いや、俺は切って切って切りまくるのってコメントを期待してます。カットルームだけで。もうありがとうございます。さあ、こんな風にして、FBY は今後も続けていきたいと思います。はい、皆さんまた次回も来てくれるかな。いいんじゃないの。もうこの痩せ感いいね。いいんじゃないの日本またお送りします。また来週。